プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りします。はい、今日はこのハットです。はい、はい、いいですね。はい、今回も映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、はい、そうなんです。9月10日から、YouTube で無料で配信放映されます出会いは奇跡っていう映画の役者さんを、これから一人一人ご紹介していくんですけど、根本真子役、根本真子さん本人のお母様の役で、山田純子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。はい、純子さんはですね、ダンスアーティストをしながら、あと女優さんもやっていらっしゃるという、すごくですね、行動的で尊敬できる女性の方なんですけど、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと軽く自己紹介をお願いします。はい、はい、山田純子です。ダンスアーティスト&コレオグラファー、振り付けもしております。そして、女優業もやっておりますということで、今回真子さんのお母さん役をいただいて、で福岡県生まれ、もう東京にいる方が長いんですけど、博多弁にチャレンジということで、懐かしかったとよ。ねえ、もう懐かしかったとよ、本当。ねえ、本当ねえ、福岡、福岡、私鹿児島なんで九州ですね、本当ね。ねえ、はい。撮影はもう本当、初めて撮影ということで、純子さんとお仕事を一緒にさせていただいたんですけど、その現場の雰囲気ですとか、どうでしたか、純子さん。そうですね、楽しい現場でした。でも私のシーンはそうですね、私の最初のシーンがちょっと涙というシーンだったので、はい、ちょっと緊張しながら伺いましたという感じで、はい、やっぱり女優さんやってらっしゃるのでさすがでしたね。だけど、当然なんですけど、もう本当も大満足で、大満足でしたもん、本当。ねえ、ありがとうございます。素敵でした。はい、もともと根本真子の下積み時代をそのまんま再現するというドキュメンタリー風の、ノンフィクション映画なんですけど、根本真子のですね、本当はあまり言いたくない過去もあると思うんですけど、そういうところをもうカミングアウトというかして、純子さんがこういうことを経験してたんだなっていうのをもう本当目にされたと思うんですけど、もうちょい何かその辺で何かご意見ありますか？そうですね、やはりね、なんか家族のことってなかなかね、言いたくない部分もあったと思うんですけど、そこをやっぱりこう再現するというか、で、ちょっとお父さん役、お父さんと喧嘩のシーンとか、私は普段ニコニコ笑ってますけど、怒ったら怖いよみたいな、そんな感じ。純子さん本当明るいですもんね。はい、確か純子さんと最初私が出会ったんですよね、ある方のご紹介で。はい、もう2年ぐらい前でしたっけ。そうですね、でしたね。はい、もっと経つかもしれません。まだ経つかもしれないですね。本当ね、今からもうまだまだほら現役でね、あれなんで、あと先ほどダンスアーティストっていうお話されたんですけど、はい、あとそこを少し詳しく教えて、聞かせていただけます、どういうことをされるんでしょうか。ダンスはもともとジャズ、モダン、ヒップホップなど、日本舞踊以外、日本舞踊的なことはこうセンスを持って踊るとかそういうことはしますけど、正式な日本舞踊は、
やっておりませんので、それ以外に、洋舞という形でダンスを、踊っておりまして、まあ、いわゆる昔の、流行りのダンスとかでは、まあ、マイケル・ジャクソン、ジャネット・ジャクソンとかの、こうみんなで並んでダンスするっていう、そういうダンスから始まり、はい、で、マイという形で、まあ、アーティスト、あの音楽家の方とコラボレーションさせていただいたりとかっていう風にも踊っております。すごい楽しそうですね。はい、楽しいですね。まだ拝見したことないんですけど、あ、そうですね、幻のダンサー、幻のダンサー。まだ若いし、はい、ね、実は普段エクササイズを教えてまして、ありがとう体操というのがあるんですね、はい、はい、みんなで手を組んでヨガの浄化法と日本の言霊発声法、ヨガというとどうしてもこうインドってなるので、何かこう日本のものとして出したいという希望があったので、日本の言霊発声法と組み合わせて、こうストレッチしながら上下左右、前の今5つの方向が、まあ、最初の段階で、でこれにありがとうと言葉をつけて、ありがとう体操という形で行っております。このね、出会ってくれてありがとうにもなりかなって思って、ありがとう、動きを教えていただけますか。はい、手を組みまして、はい、胸の前に自分の方に向けますね。はい、はい、で手首をこうひっくり返して押し出していきます、はい、で必ず胸の前に戻ってきます、はい、ここを起点にします。で下に向かって息をはーっと吐きながら下に伸ばします、はい、でまた戻ったら横へぐーっと手を出し伸ばしながら息を吐きながら、で戻ってきたら反対側も、で戻ったら最後前で上下左右前の今5つの方向でありがとうと声を出しながらいきます。あ、なるほど。ではご一緒によろしいですか、はい、今やって大丈夫です、はい、では上から3、はい、はい、はい、戻って下にリー、戻って横へガー、戻って反対とー、はい、戻った前にうー、はい、戻って両手を上に伸ばして空を見ながら感謝します、はい、では手を胸の前に持ってきて合掌で、いつも感謝の気持ちを忘れずにという体操でした。はい、これ結構、はい、本当はね、8方位に向かってこう45度ずつ刻んでいって、ありがとうございます。フルコースというのもあります。また次回。これなんかちょっと今私やっただけなんですけど、ほとんど運動不足がすごすぎて、はい、なんかそうですね。あの心臓が全身のストレッチと立って行うと骨盤のこう開閉運動にも効果的と言われてます。あとは声を出すことによって、口腔体操としても、誤嚥症の予防に非常に効果的とも言っていただいてますの で、で声が出せないときは息だけはーって出していただければ、こう中にあるのを全部吐き出してすっきり浄化法になります。なんかすごい健康にいいのと、はい、いや、ありがとうございました。これ教えていただいて、はい、ぜひ毎朝やってみたい。はい、ぜひお願いします。なるほど。純子さんが、はい、そう、これね、天からいただいたんです。ヨガで浄化体操というのがありまして、それは種類がいくつかあるんですけど、そのこう円を描きながらこうやっていくという体操が一つあるんですけど、それをした時になぜか私はこう八方位を刻むっていうのがなんかピンと浮かんで、でこのなんか方位、この角度って実を言うと宇宙からのエネルギーをこう
もらうのにすごくいい角度なんだそうです、うん、っていうのを素粒子の先生が教えてくださって、はい、これは OK と言っていただきまして、いや、うん、面白い、面白い、はい、ぜひ、ね、面白いですね、いいですね、横にこう伸ばすのがかなり効きます。あ、そうですね、これね、うんうん、手首をひっくり返してグッと押し出すんですね、うん、はい、で、うんうん、後ろの手より前の手を遠くに伸ばすようにすると、うん、この脇がすごく引っ張られて伸びます、うん、で、なるほど、みんなで一緒に行うと、うん、あの自分ではもうこのぐらいでいいかなと思ってやめたいところ、みんなで一緒にずっとやってると、うん、あのいつも自分の範囲を超えたところまであのできるっていう、そういう効果があります、ちょっと今のラジオだけ聞いていらっしゃる方はちょっと分かりづらかったかもしれないんですけど、先ほどのちょっとありがとうのありましたよね、あれっていただけますか、はい、あ、分かりました、データでちょっと後からこ の,、はい、この辺にこうバンと出しますので、はい、出してあと、はい、そうですね、はい、でもこれ実は私八ヶ岳の FM のラジオ番組で、うん、あのラジオでヨガやエクササイズをっていう新しい試みということで、うん、あの流させていただいてた時がありますので、はい、そうだったんですね、はい、いやいやいや、ぜひ ラジオでお聞きの方も、うん、トライしてください、うんうん、あとなんかその響きもいいですよね、ありがとう、うんうん、あ、そうですね、うん、なんかねこの声の力に感動したってこう涙を泣いて、うん、涙を出して喜んでくださった方とかですよね、普段はあんまりありがとうって言いづらいというか恥ずかしくて言えない方も多いと思うんですけど、うん、そうですね、ありがとうって言いながら運動ができるっていうのはなんかすごく素晴らしいですね、そうですね、人と地球に優しいエクササイズって呼んでいただいてます、いいですね、いやいや、いや、ありがとうございます、このリスンラジオっていうラジオのアプリでも聞けるんですけど、もともとこれが FM ギノワン、沖縄の、で、はい、あのこの、ラジオを流させていただいてるんですけど、あ、まあまあギノワン、ね、まあ、なんで結局あの沖縄の方がまあまあ多いだと思う、そうなんですね、ギノワン、うん、行きましたよ、行きましたよ、ご縁ありますもんね、純子さんね、沖縄ね、そうなんですよ、嬉しいです、そう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 、しょっちゅう沖縄に行ってらっしゃるから沖縄でも有名なんじゃないですかこれから有名になりましょう、これからですねなるほど、まだまだね時間あります、あと 10分ありますよ、はい、まだ時間あります今回ほら、はい、根本真子の、まあ、映画に出ていただいて、はい、本当はあの感謝しているんですけど、うん、なんかどうですか、こういう根本真子のほんわりとしたイラストというかこういうものは。あ、イラスト大好きです、ね、すごくなんかこう、ほわほわあったかいというかほわほわイメージねだからそう、私もねずっと本が出せたらなって言っていて、うん、レンさんとね絵本にして出してもいいのかななんてね、うんうんうん、お話ありましたから、なんか宇宙からのエネルギーありがとうみたいな、本当絵本というか冊子でもね、冊子だったらもう気軽にすぐできるようなあれもあるんですけど、はい、そういうのもなんか広げていきたいですね、今後、はい、なるほど、もう本当ね お母様役でしたけど、根本真子さんは撮影ご覧になって、実際根本真子役 の,、はい、あのまあ、女優さんがいらっしゃったんですけど、うん、遠目でご覧になったと思うんですけど、はいはい、根本真子さんはどうでした、はい、純子さんの、もう本当にね、あの母はちょっと4年前にあの、ね、病気でちょっと亡くなったんですけど、天国に行ってしまったんですけれども、その撮影でね、なんかお父様役の方もそうなんですけど、純子さんがね、あの母の役をしていただいたのをね、見ていると、うん、なんかすごくあの昔のことがね、いろいろと思い出されて、うん、もうなんかもうずっとうるうると、うん、もう懐かしいのと、うん、なんか嬉しいのと、なんかもういろんな思いがなんか混ざってね、うん、はい、なんかもう感じて、はい、よかったですね。うるうるまああと2ヶ月でね。
2ヶ月後3ヶ月後なんで楽しみにしていただければ、うんうん、ずっとそうやって言っていただいてたんで、うん、なんかこっちもすごくこう胸が熱い思いがしました、うんうんうん、そうでしたね、感謝してます、うん、こちらこそ。純子さんはいつまで福岡いらっしゃったんですか？福岡は、10歳ぐらいまでで、うん、あの家族で、引っ越してきたっていう感じなんですね。なるほど。もう今は皆さんも完全にこちらの関東の首都圏の方なんですね。あ、そうですけど、おば、母の兄弟とかの兄弟も、九州にまだいました。もともと母が宮崎、父が佐賀で、あ、そうなんだ。家族みんな九州人なんで。そうだったんですね。はい、で10歳ぐらいで、最初に、最初はね、埼玉の戸田というところにいまして、はい、で、父の兄弟の、私のおじいさんが、ボーリングが始まった頃に、トロフィー屋さんというね、ギフト屋さんを新しいお仕事を始めたんですよ。うん、それで、もう何しろ始めたばっかりですごく忙しくなって、うん、で、いろんなこうボーリングの大会にそのトロフィーを収めるわけなんですよね。うんうん、それですごく忙しいから、ちょっとしばらくの間誰か手伝える人っていうので、うちの父ともう一人一番下の弟にあたる、まあ、おじさんが手伝いに来て、うん、で私もだから小さい頃にあのトロフィーってこう組み立てるんです、部品をこうやってくっつけてこうやってくる、うん、でそれなんか手伝ったりとかして、なんか懐かしいですねそのボーリングがなるほどでそれがきっかけで、まあ、父も東京に来たい思いがあったので、まあ、家族みんなで様子を見に来たみたいな感じから始まり、うん、それであの九州に、で高団に住んでたんですけど、うん、高団から高団にこう引っ越せるっていう風に、うん、なんかこう、まあ、新しく改定されてなったのか、うん、そんな感じで、ずっと空きを待って、うん、南浦の団地に引っ越したのがきっかけで、でそこから、まあ、埼玉だったんですけど、まあ、東京にも来て長くこちらにいる方が長くなりましたね。なるほどですね。でも福岡に前に行った時に、あの博多の山笠が飾ってあったんですね。ちょうどこれからお祭りが始まるよみたいな、でその山笠を見た時に、なんかこう血が騒ぐみたいなやっぱり九州人だみたいな、九州ね、熱い血が流れてるってそんな感じ思い出しました。あのちなみに仕事とかで福岡行くことはありますか今は？たまにありますね、はい、あのその時やっぱりラーメンとか食べます？あ、ラーメンね、食べましたね。なんか案内してもらったし、あとね、牡蠣のところに連れてってもらって、うん、思い切り牡蠣を食べました。牡蠣ね、生牡蠣ね、牡蠣のね、ほんと大阪で焼いて食べて、焼いて食べます、ね、あの佐賀とかありますもんね、牡蠣はね。そうですよね。糸島だっけ？糸島とかねありますよね。九州ね、本当美味しいな、ね、懐かしいね。うん。懐かしい。でなんか一緒にね、牡蠣食べたいですね。ね、九州行くとき何か、はい、お仕事私も呼んでください。はい、はい、何かこれからこういうことをやりたいっていうのは何かあります？うん、今からの話、先の純子さんは。ですね、うん、実は、まあ、以前にもちょっと発表したことがあるんですけど、リニューアルした、Why Not という音楽がありまして、うんうん、私が歌ってるんですけど、あ、歌ね、はい、はい、それをもうすぐ、リリースしたいとただいま準備中でございます。あ、なるほど。それのリリースって、うん、音源のリリースですよね。あ、そうですね。それなんかあの動画で作ってもいいでしょうね、 PV とか MV とか。そうですね、ちょっとノリのいい
ノリのいい曲なので。それまたなんか、はい、なんか作りたいな。純子さんの MV 作ろうかな。ぜひ。ミュージックビデオのプロモーションビデオ。純子さんがこう踊りながらですよね。そう、踊りながら純子さんが歌ってるところをこう僕はこう撮って。お願いします。で、編集するという。あ、なんかまた、楽しみが増えました。はい。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、画期的というか、ね、もう元気、すごいいつも元気で明るいのが、はい、尊敬します、本当に。ありがとうございます。ねえ。まあ今日のこの番組を聞いていらっしゃる方もあれですけど、本当ありがとうの運動と、あとは本当山田純子さんですね、名前を覚えていただいて、さっきの歌とかもね、配信していければと思ってるので、これ沖縄で何月に流れるんですか、もう予定は、映画映画じゃなくて、ラジオはこれはね、ちょっと今から調整しますので、はい、少し待っていただいてですね。あ、分かりました。日にちが分かったらまた、はい、そうですよね、これ収録が終わってから発表しましょう。でもありがとう体操のその動画とかもないんですか。動画ね、この前ある会に出た時にちょっと、うん、YouTube にまとめたのがあるんですけど、うん、そうですね、それも皆さんにね、ね、ぜひ広めていただきたいと思います。純子さんがお考えになったということであれば、さっきの歌のミュージックビデオの最後にありがとう運動つけてもいいんでしょうね、うん、あ、そうですね、いいかもしれない。一石二鳥で。その歌の方はだいたいいつぐらいにリリースは、まだはっきりわからない感じですか。曲はね、もうできてるんで、うんうん、あとはそうですね、ちゃんと、うん、形を整えて、もう少しですね、はい、早々にと思ってます。曲名は決まってるの。 Why not? Why not? で、なんでやらないの、ね、ってやればできるよっていう、どうしてみたいな感じ。そうですね、いや、いいな、皆さんを元気づけるですよね、励ましソングです。うん、なんか元気もらえそう。それ CD 作るんですか。そう、CD も作るの、作りたいの、でこう手売りで、あんたちょっと買ってよねみたいな。なるほど、いやー、またこれちょっと収録終わってから打ち合わせしましょう。はい、お願いします。もうだけど本当に今日本当山田純子さん、はい、もうゲストにね来ていただいてありがとうございました、はい、またこれからもね、すごく明るい純子さんなんで、はい、まあ映画の中ではちょっと、まあ映画の通りのシーンだったんですけど、そうですね、またこれからもね、本当によろしくお願いいたします、うん、こちらこそ、ね、皆さん、はい、元気をね与えて、はい、山田純子さんでした。そうですね。ではまた今度機会がありましたら、うん、ありますので、よろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時
笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音雫一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ。虹の空に誓うよ、夢を抱き。どんな時も信じてる。闇があるから星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ。